お元気ですか、ボクシミでございます。今回は公式アスリート内村航平奇跡の開封動画でございます。こちらは、ワンボックス12パックに72枚入りでございますので、前編後編6パックずつやっていきたいと思います。まずは前編の6パック開けていきたいと思います。まずは前編の6パック開けていきたいと思います。でその前にですね、こちらの応募券とですね、交換カードでございます。それでは開けていきます。まずは1袋目でございます。こちらがですね、2020年全日本シニアマスターズ、体操競技選手権大会の時のこれカードでございます、ね、こっちかな、こういう風に、ね、正しいのかな、これかな、ね、感じでございます。ちょっと間違ったらごめんなさい。で2017年のこちら全日本体操選手権大会個人総合の時のこれねカードでございます。で2018年全日本体操選手権、ごめんなさい、体操競技選手権大会個人総合の時のこれカードでございます、ね、ごめんなさい、こっちでした。またねカードがね重なってました。で2022年3月12日公平内村ザ・ファイナルの時のねこれカードでございます。で2022年、3月12日公平内村ザ・ファイナルの時のこれカードでございます。2016年全日本種目別男子トライアルの時のカードでございます。2袋目でございます。はい、ごめんなさい。2018年全日本体操競技選手権大会個人総合的のカードでございます。2016年全日本体操競技選手権大会個人総合の時のカードでございます。2022年3月12日公平内村ザ・ファイナルの時のこれカードでございます。2022年3月12日公平内村ザ・ファイナルの時のこれカードでございます。2022年3月12日公平内村ザ・ファイナルのこれカードでございます。2012年全日本体操競技選手権大会個人総合のカードでございます。3袋目でございます。2019年全日本シニアマスターズ体操選手権、ちょっと待った、体操競技選手権大会の時のカードでございます。2017年、全日本種目別男子トライアルの時のカードでございます。2022年3月12日公平内村ザファイナルの時のこれカードでございます。2018年 NHK 杯のこれカードでございます。2016年全日本種目別男子トライアルの時のカードでございます。
2022年公平内村ザファイナルのカードでございます。4袋目でございます。2022年3月12日公平内村ザファイナルの時のカードでございます。2019年、全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会の時のこれカードでございます。で、2022年3月12日公平内村ザファイナルの時のこれカードでございます。でこちらがですね2018年、NHK 杯の時のカードでございます。で2017年全日本体操競技選手権大会個人総合の時のカードでございます。でこちらね、スペシャルカードでございます。これ白菜も付いております。ちなみに限定カードではございません。CR ナンバーもねありません。5袋目でございます。2016年 NHK 杯のカードでございます。2022年3月12日公平内村ザファイナルのカードでございます。2022年3月12日公平内村ザファイナルの時のカードでございます。2012年、これは NHK 杯の時のカードでございます。2022年3月12日公平内村ザファイナルの時のこれカードでございます。でこちらがですねこれはスペシャルカードでございます。で最後の6袋目でございます。2016年全日本種目別男子トライアルのカードでございます。2022年3月12日公平内村ザファイナルのこれカードでございます。で2022年3月12日公平内村ザファイナルのカードでございます。2012年 NHK 杯のカードでございます。2022年3月12日公平内村ザファイナルのカードでございます。でこちらがですね応援ありがとうございましたって書いてます。これはねカードでございます。コーチですね、こう見ればわかりますかね。応援ありがとうございました、金文字で書いてるからね、ちょっとね、これでいいとわかりますね、これね感じでございます。はい、以上で公式アスリート内村航平奇跡開封動画前編の、6パック開封してきました。で後編の6パックもね、後日やっていきたいと思いますので、ぜひよろしかったら見に来てください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。